あ、ちょっとね、ちびっこになっとったけんね。うわ、なんかムカつく。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回からこのマリオフューリーワールドをやっていきたいと思います。ん？始まった。これはストーリーのやつなんかな。あ、ぽいね。一応前までしよったマリオ 3D ワールドの横にあったやつなんやけど、どんな感じなんか全くわからん。なにこれ、汚れ？ M って書いてる。なに、なんかめっちゃ広がったんやけど。え、地面に吸い込まれてった。雨降りうる雨。何、別空間。ほら、地面の中に落ちてったのに、なんか地面に降り立ったんやけど。見回す。何、あの左上のマーク、猫やん、猫。はい、見回しました。他のとこ行けばいいんかな。特に何の指示もないけど。お、何これ、船？海底じゃないよね。ここが海やんね。なんかクッパマークがあるよ。あ、ジャンプ。やっぱ動いていかんといかんのよね。あそこになんか引っかっ、待って、なんか出てきたんやけど。え、何？クッパクッパクッパ。なんかいきなりさ、いきなりなんか、ウェイ。最終場面みたいな感じになってきたけど。あ、なるほど、こっち行けばいいんか。え、あ、このなんか、燃えとる、これがさ、乾いて登れるようになりよ。上なり見えないんですけど。え、怖い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 、どういう状態。どういう状態。なんか階段出てきたけど。あ、これ。ほら、猫のマーク。キャット社員、輝け東大の猫社員。なんか何の説明もなく急激に始まったんやけど、何？これを集めていくゲームってこと？あ、猫耳生えとるよ、灯台。ん？なんかあれ、クッパにさ、体力のマークみたいなのついてなかった、今。何で体力削られたんやろ、今。うわ、すげえ、巨大なクッパ。なんか空中に、なんかいっぱい浮かんできた。なんかいっぱい出てきた。これ次のステージってこと？ストーリーがあるんかなんなんかよくわからんけど。なんか、どんどん増えていくね。とりあえずあっち行けばいいんかな。え？うん、びっくりした。思った以上に高かったんやけど。これは毒の沼的な感じかな。猫社員やって、猫社員。あれ？ヘルプ？敵じゃね、君。クッパジュニアじゃない。うん。クッパがどうした？もうすげえ書き換わった。クッパが何？凶暴化したってこと？もともと凶暴やけど。お父さんがおかしくなったので助けてほしいかもしれない。助けてほしいかもしれないと、クッパジュニアは伝えたいようだ。ほうほうほう。助けたくないけど別に。自分じゃお父さんをどうにもできなかったんだ。と、クッパジュニアは伝えたいようだ。ふんふん。切実なんね。マリオにお願いするなんて本当はすごく嫌だけど、助けてよ。と、クッパジュニアは伝えたいようだ。うん、任せろ。いいやつだな。何？仲間になった？マジで？クッパジュニアが仲間になった。クッパジュニアのお助けが使えるようになります。クッパジュニアのお助け。まあまあ、すごく助ける。何もしない。まあまあにしとく？なんかよくわからんけど。
クッパジュニアがまあまあお助けしてくれます。どれくらいお助けしてもらうかはメニューオプションからいつでも変更できます。さらにもう一つアドバイス、コントローラーを裾分けすればマリオとクッパジュニアをそれぞれ操作することができます。へー、メニュー 2D プレイを試してみてください。二人でできるんやね、まあ、とりあえず一人で進めていくけど、見てこれ、これ敵じゃないよねありとあらゆるものが猫なんやね、この世界は。え、かわいい、めっちゃかわいい。クリボーまで猫やイエーイ。何をどう手助けしてくれるんかな、敵を一緒にやっつけてくれるとかかな。お、猫猫島、輝け東大の猫社員ってさっき出たやつじゃないのえ、違うの。あ、かわいい、ちょっと待ってあ、で、自分も猫になると。基本的に全部猫？世界観。ええー！びっくりした。別に落ちた剣って何があるわけでもないね。こっちとかなんもないんかな。でもこれさ、敵を一緒にやっつけてくれるかどうか知らんけど。お、なんかハテナ。クッパジュニアに頼む。頼みます。はい。何おお、絵に描いて出してくれるの、どういう状態よくわからんけど、てか何をすればゴールなんかな、これは。これ壊せんかったとりあえず上に向かうか。およっ、あ、ここにあるよみたいな教えてくれよんかな、あれ。よいしょ、上がってきたよ。びっくりして、なんか破壊した、怖っ。だーいしょ、恐ろしいあ、あそこにあったよ、猫社員。別にあっちから行く必要なくねうわ、びっくりした。ちょっと待って、そういう、なるほどね、そういう罠が。イエイ、輝け東大の猫社員。あ、これでなんか灯台が解放された。ふう、あ、次はあれか。ん、なんかでもあれ、猫社員5個必要みたいやけど。浜辺のギガベル、目覚めよギガベル。なるほど、なんかそこそこで必要なキャットなんやったなんかあれがね、量が決まってるってことやね、数が。お、これはギガベル。怪物が現れしとき、ギガベルも目覚めると聞いたことあるぞ。でもこんな絵の具まみれじゃ無理だ。猫社員を集めればベトベトを落とせるかも。これ絵の具なんやね。と、クッパジュニアは伝えたいようだ。このベルも、猫耳がついている。じゃあそのキャット社員とやらを、お、ビョンビョンと、島か島か分からんけど5つほど集めろと。ヒップドロップ、へい。あ、うえ、びっくりした、一箇所でよかったんか。あ、待って、君たちの上に、イエーイ、一個ゲット。んで、いよっ、はっ、へい、届かない。この辺とかないんだな。目立つ場所にしかないんかな。ちょっとその辺がよくわからないんだけども。みんな猫耳生えてる、かわいい。何かしらをやっつけんと出てこんとか。この辺とかなんか、ないんか、わからねえ。なになになに、なんかが伸びた音が聞こえたけど。おー、びっくり。え？なに？さっきの何の音？え？なんだ？わからねえんだが。この上に行けばいいのか？でい。え？あ、あっち側に行けってこと？
うわ絵の具めちゃくちゃ撒き散らされよりやん。やめて空中に。あ、これあれオブジェかなんかかと思ったら本体っすかクッパ本体っすか。え、なにまた、マジかよ、やめろよ、ここにお前の息子いるぞおいちちちち怖いんですけど、待って恐ろしいんですけど、このさ猫社員、え、なにこの子たち、かわいい猫やん。あ、あそこにあった。はい、ゲット。猫社員じゃねえわ、キャット社員か。あ、やっつけてくれよる、やっつけてくれよる。でもそれってさ、あの君のお父さんの部下じゃねえの、大丈夫だの。はい、滑ってくる。お、あそこにもある。ねえ、今キャット社員何個ロット、分からんけど、え、個数足りた。あ、灯台を解放しただけか。え、待って、灯台何個あるん。解放することによってなんかストーリー進みようかな、一応。なんかさ、微妙にあれクッパダメージ受けてない誰から何のダメージ受けんあれ。全くわからんねえけど。ん、なんか明るくなった。あ、あそこにもあるよ。キャット社員、キャット社員。え、どこ、あれか。え、あれどうやってゲットするの。え、あ、あそこにあるやん。お、待って待って、あれ、これはかけらか。あ、なるほど、これは本体じゃなくてかけらか。あの上にもなんかない、気のせいかな。あんなとこ登れんか。あ、いや、ここからいける。何、ここで灯台からちょっとしたお知らせです。灯台からのお知らせ。猫社員の輝きで絵の具の汚れは落とせます。でもでも猫社員は気まぐれ猫やけん、見つからないときは他の島を探してみましょう。え、そういう、灯台のある島が怪しいのでぜひ高いところから回してみてください。え、じゃあさ、この島にあとどれだけ猫社員があるとかそういうのは全くわからん感じ。なるほど、キノコか。島、灯台がある島、あそこに猫社員あるくない、あれかけらか。ちょ待って、めっちゃ私ヘリに止まっとったんやね。え、でもこっからとか戻れんよね。え、あんなところにハテナブロックあるんやけど、どういうこと。え、またこれ下から行けばいいってことかな。別にこれ落ちたけんしないよね、マリオやしマリオやし。いや、あのゼルダの伝説とかやったらね、はい、ビョンビョンとゼルダの伝説とかやったらね、なんかあんまりにも高すぎるところやったらちょっと落ちてリンク死ぬかもしれんけど、この裏あたりか。あ、違う、この上か。え、どうやって行くんやろ、あれや。え、あ、ここ途中から映るってことかな。あ、で、ここから行けばいいってことか。行ける？あ、あ、怖い。ギリギリ。よっ。あと1個。あとかけら1個なんやけど、どこ？あ、灯台あそこにあるやん。あ、島って、このちっこいちっこい塊のこと？かけら自体も別にその島に全てあるとは決まってないんかな。じゃあとりあえずあの灯台、びっくりした、見えてなかった、近くが全然見えてなかった。とりあえず、あ、このあ、あっち側の方が近いか、あのこっち側のさ、ほらあそこ灯台やろ、あれモワモワなっとるの。よいしょ、じゃあそこを目指していきますか。浜辺のギガベル、
どこからどう行けばいいんだ。あ、ぷくぷく。猫耳の生えたぷくぷく、かわいい。すべてがかわいい。この上やったよね。どうやって行くんだ。ほら、普通に渡っていける。あ、ぷくぷくやっつけてくれよ。ありがとう。猫猫ちまやっつけろ、フューリーシャドウ。なんかルイージみたいなの出てきた。待って、ゲットしとこう、これ。あ、ちょっとね、ちびっこになっとったけんね。うわ、なんかムカつく。超絶ムカつく。ちょっと飛び道具使いよるけど。なんだてめえ。ピン。もう何、攻撃したらああいう塊になるんですか。ちょっと素早すぎよっ。あ、かわいい。周りの猫超かわいいんですけど。くっ、腹が立つ。とりあえずいろいろと回収していくやつ。え、あの猫は敵じゃないよね。あ、ごめんね。なんかすごい追いかけてきよったけど。おしゃ、やっつけたよ。イエーイ、キャット社員。あ、これでこの島の社員は全部ってことか。ってことはやっぱりそれぞれの島か。かけらはあと1個。くそ、どこにあるんだ。今、キャット社員4個。あと1個や。あと1個。ほら、かわいい。めっちゃかわいいやん。うわ、すり寄ってきてくれる。ね、なんか輝いてない？この子ら、潰してもなんもないか。かわいい、超かわいい。ね、くっそかわいいんやけど、ほら、スリスリしてくる。もう3匹目おったよ。この子たちどっかに連れてったら何かなるとかないかな。特にないか？あ、なんかもう1匹おる。ほら、4匹になった。4匹で、おしまいかな。でも絶対なんか関係あると思うんやけど。よいしょ。おいで。みんなおいで。こっちだよ。いけるんかどうか知らんけど。ここ、通ったとこかな。いくぜい。でで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 。え、なんか持っとんやけど。え、待って、なんか持っとんやけど。ごめんね。どこで使うんやろ、わからない。全然。あ、かけら、なるほど。こっちから行く必要なくねって言ったとこにあったんやね。いやー。待って、全然無理。全くもって無理。なんか急激に、え、怖い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 。定期的に来るってことこれ。え、それともそういう場所にやってきただけ、私が。わからん。怖い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 。ちょっと待って、助けて助けて。え、助けて助けて。はっ。さっきのニャンコたちは無事なの？うん、これのおかげ。あ、待って、そこに今あったね。ほら、これでぽよんぽよん、いや届かねー。これで行くしかないか。あ、よっしゃ、かけら。あ、それぞれの島で取らんといかんのか。いや、かけらなら何でもいいわけじゃないんよね。何でもってか、かけらならどこのかけらでもいいわけじゃないんよね。くっそー。なに？今度は何すか？あ、帰ってく、帰ってく。え、なんか水中に帰ってったんやけど。平和になった。平和になったよ。あ、君たちどうも。よし、じゃあ私はここを。ささ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 さ。またダッシュするときに連れてきたやつ。びっくり。
あと1個いるんよね。あと1個ないけど、この島にはもうないわけやろ。ですね、あっち側に行けばいいんか。行くぜ。絶対あの猫使い道あると思うよね、どっかに。よし、なんでここに加速あるんやろ。パタンパタン島、猫ドンケツを全て落とせ。猫ドンケツ、え、なに、あ、なんかスイッチ、え、スイッチどこ。あ、ジャンプしたらってことか。そういうことか。くひは、痛い、え、痛い痛い痛い。お、あ、これで上がれる。痛い痛い痛い、ダメだ。で、その猫ドンケツはどこにいるの。よっ、お、これでかけら。あ、なるほど、今降ってきた。猫耳と猫の尻尾がついている。で、この子たちを全員落とせばいいのね。てい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 、いけよ。あ、ありがとう。クッパジュニアが押してくれよる。てててて、あー、怖い怖い怖い。よし、来い。ここに出てくるってことかな、全部落としたら。はい、ここに。お、これでちょっと楽か。いや、落とした、一体。いけ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 、痛い。自分も弾みで落ちそうに。いけよー、おっしゃー、いい感じ。いてててて、危ない危ない危ない、ちょっとそっち、そっち、もうあとちょっと、いけ。お、ギリギリでとどまんなよ、もう痛い。いけ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 、よっしゃー、全部落ちたんじゃない。よし、オッケー。あ、これで5つゲット、イエーイ。あ、この島はこれだけなんよね。はい、これで灯台も解放。この自由にさ、いろんな島行き来できたりとかするけん、逆になんかやりづらい。区切りがちゃんとない。猫社員を5個集めました。ギガベルから声が聞こえる。怪物が現れしとき、我も目覚める。怪物、現れとったけど、君目覚めてねえじゃねえか。え、どこ？ギガベルどれ？解放できるよね。あ、これか。あったあった。よし。今目覚めさせるぞ、浜辺のギガベル。え？なになになに？目覚めんくね？え、ちょっと待って。目覚めんくね？目覚めれさせれんの？まだ。え？せっかく5つ集めたのに。あ、こっから登るとか。関係ない。え？また別のことせんといかんってことかな？何？わかりづらいんですけど。あ、次にまた敵が、敵っていうか、あれか？現れた時にってこと？ビョンビョン島、跳ねろチクタクアスレチック。また次クッパが現れた時にギガベルが。ん？これなんか関係ある？あ、こっちか。お、出てきた出てきた。あそこには、あ、これで、え、待って、時間制限、無理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 。え、ちょっと待って、助けて。いい、ちょ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 、なんか目覚め始めたよ、目覚め始めたよ。今ちょっとそれどころじゃないんですけど。え？え？待って！ちょっと待って、無理なんですけど。助けてー。いや、無理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 。
まで足場自体なかったんやっけ。てかギガベル目覚めたね。え、これ目覚めたけんなんなん。なんか目覚めたっぽいけど何かできるんかな。おおっと、なんかゲットできた。え、ゲットできた。巨大化したよ。え、ライオンみたいな、ライオンみたいっていうかスーパーサイヤ人みたいになったんやけど。あ、これでクッパと戦うってこと？直接対決？え、やべえやん。え？え？待って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 、あっという間に終わったんですけど。え？やだ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 。これ上から踏みつければ。イエイ、ヒットドロップ。でもあれよね、ウルトラマン並みにさ、島破壊しうることない？私いつも思うよね、ウルトラマンもめちゃくちゃ周り破壊しよるよなみたいな。うわ、攻撃、怖ー。ちょっぱや、こっちへ。これはとりあえずもうここでクッパをやっつけて。いや、待って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 、マジか。上から踏めばできるのかな。え、怖い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 、やめて。うい、毎回この衝撃波を忘れるっていう。よっしゃー、いけた。これで元に戻る、お父さん。うわ、なんか爆発しそうじゃない？なんかお腹破裂したみたいな感じやったけど、大丈夫なのあれ。解決？した？あ、かわいい！虹が、猫型や、猫型。一応景色綺麗になったけど。お、雪？氷？の世界みたいなの現れたよ。あ、どうもどうも。どうもどうも。あ、沈んでいっちゃった。え？お父さんがあのくらいでやられたとは思えない。元に戻すにはもっともっと猫社員を集めてギャフンと言わせるんだ。絵の具が消えていける島が増えたみたいだ。ほら、マップを見てみてくれよ。と、クッパジュニアは伝えたいようだ。そんなびっくりマークだけで伝えようとしてもね。うわ、めっちゃ広がったやん、行ける範囲。ほうほうほう。あのびっくりマークなんなんやろ。これ現在地、島、ギガベル、ギガベル。最終的にはギガベルでやっつけるんやろ、あれ。定期的にやっつけていくってことよね。これはビョンビョン島。あ、なるほど。まだ社員が、集めてない社員があるよってことかな、これは。ふんふんふん。おっと、一つ言い忘れてた。マップはいつでも使えると、迷ったら、マイナス、または、右、マップだ。と、クッパジュニアは伝えたいようだ。どうもどうも。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、3D ワールドの時みたいに、あの時は多分グリーンスターを集めて、ね、次んとこ次んとこを解放していきよったけど、ああいう感じでそれが猫社員に変わったってことかな。